この過去を現状の部見せてやるとしよう。あとは俺の指示ですぐに実行に移せるよう待機だ。はっ、行くぞ。どうだ、カクカ。お前の目から見て、あやつは。いえ、まだ。騙し討ちはできても白攻めが巧みとは限りませんし、奴の卑劣な手で天衛は死んだ。そんな男の力まで欲しいか、モトク。おお、これは曹操殿。こちらはほぼ整いましたよ。呂布のような出会いは力比べじゃ厳しい。ここは地の利を生かし水攻めといきますか。これは水門を当てに鍛え向かいます。主軍は城の正面で敵を誘導してください。このままだと投石しを運べない。あの羽橋を下ろすのはダメか。橋を下ろすには遠回りする必要がある。仕方ない。まずはあの拠点を落とそうか。してやれ。あれは曹操の軍勢か。してやれ。まずい、水門を破るしか。俺たちのことを触れてもらう気だね。これは放っておくと面倒だ。かく、奴の知略で呂布に対すると毛沢ね。あくまで力で人を測る。よーし、いっとくか。あの辺をいただいたぜ。帰るようになったね。さて、次は西の橋を下ろし、さあ来やがれ。お前なんてひとひねりだ。どうだ覚悟しろ。現状を討ち取った。
真似を。拠点を出て兵器を指揮する武将を撃つぞ。門が開いたのだ。ならばあの兵器を止めるぞ。そうそう、この度の共闘深く感謝いたします。やる。目的はただ呂布を撃つことのみ。劉備を撃った。お前は俺に気を与えたに過ぎる。牢屋支援などでは乱世を越えられぬ。貴様もそれを覚えておくのかな。砕いてやる。覚悟しろ。ガラスを飛ばしてやる。これで道はできたね。あと投石者を敵に見える位置まで攻める。なるほど、宝石のお考えか。ではあの兵器を我らで壊してしまいましょう。城へ敵を近づけないのは守りの情報。
略だったよ、カク。あなたの水攻めで体勢は消したようなものだ。何せ今回は地形と天候が良かった。俺がいいとこ使ってもらえたらダメだ。ありゃ、出遅れちまったか。お前ら、知らん顔して合流しとけ。策がないなんてつまんないだろ。ヨフの首は俺が取り、カンよ、手は下がっていけるがいいな。ヨフはアニザルの卑劣の塔、我が手の刃、圧を捨ておくことはできん。私の前、信じ、支え合う方のため、消してやる。お覚悟、過去が束になろうと俺には言っては生き残りを味わわせてやる。貴様を飼ってくれるわ。好き勝手暴れおって、名を持て。こいつを猛徳の前に出すぞ。呂布よ、その力見事なり。猛徳、まさか。ん、お大丈夫ですよ、殿は。うん、呂布、そして長領、お主らに問う。力とは何ぞや。ふん、くだらん。戦い、勝ち、すべてを得るだけのことだ。己が信念を果たすためのすべと心得る。そうして呂布は首を打たれ、長領は迎えられた。閣下殿、曹操殿は力を求めているのだろう。呂布はとんでもない力だと思うがね。どれだけの力があろうとも、信用に足らぬ者とは共に戦えない。はっは、なるほど。その点、あなたはもう大丈夫のようだね。